島キソ草チャミサイスヒルタミルスプは、東大草科の植物の一つ。キソ草類としては、卵形の葉で、毛が多いのが目立つ。熱帯域の雑草である。輪での植物の種において、ユーフォルビアヒルタとして記載された。一年生の草本。茎は直立するか、斜めに立って伸び、高さ20から60センチメートルになる。茎はやや赤みを帯び。 上の方では白い短い毛と高褐色の長い毛をやや密に生えている。葉は長さ2から 3.5cm、幅0.7から 1.6cm。先端はやや尖り、円には細かな巨子があり、上面は青緑色に赤みを帯び、裏面は高褐色で、両面ともに柔らかな毛が多く生えている。葉の形は楕円状長楕円から楕円で、 基部は根本側が膨らんで左右不対称。破質は膜質、卓葉は線形。果樹は溶液から短い柄が伸び、その上に多数集まって生じ、大きな塊を作る。果実は横から見ると変卵形。上から見ると正三角形で計1.7ミ、mm、リメートル。その表面には前面に曲がった毛が張り付くようにある。種子は長さ0.8ミ、mm、リメートルで、 明らかな産業があって表面は滑らか。熱帯アメリカが原産と考えられるが、アジアの熱帯域に広く分布するに至っている。日本ではフランシエ、サバチエの日本植物目録にあり、これは長崎産とのこと。近畿南部から四国、九州に報告があり、琉球列島では各島で普通に見られる。一貫して記録があるのは、琉球列島と小笠原諸島、それに、 九州の長崎県と鹿児島県である。道端によく見られ、二十歳の雑草としても普通に出現する。葉が卵型で毛が多く、果女が大きな塊を作るなど、日本では似たものがなく、判別は容易。以下の変種が、小笠原諸島の父島から知られている。父島ではこの変種と、基準変種の両方を算するが、両者には中間型がないとのこと。その点で、 これを品種の段階に扱っていいかどうかには論議の余地がある。これは同時に本種そのもののあり方を問うものである。一般には本種は近代に侵入した喫下植物として扱われているが、それではこの変種のような文化が説明しづらい。少なくとも沖縄や小笠原ではかなり古くから安定して生育しているようであり、これらは在来ではないかとの判断もあり得る。 普通の雑草である。薬用とされたことがある。ありがとうございます。